はいどんちゃーん、ささやんです。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半の題は原発新設の費用をめぐって再エネ付加金と同じ仕組みをやろうとしている案が出たので、それを思いっきり削りに行くのと、後半は TBS の広尾からまさかのパリゴリンちょっと危ないぞと、そんな話が飛び出したので、その辺まとめてお伝えします。僕の喋りを聞いて、目のつけはばいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速まずは原発の荒れすぎる話題の方から、朝日新聞より見出しがですね、原発の検討 建設費を電気料金に上乗せ、経産省が新制度を検討自由化に逆行ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。 経産省が原発の新設を進めるため、建設費を電気料金に上乗せできるようにする新制度の導入を検討していることが分かった。原発事故で安全対策費が膨らむ上、電力自由化で建設費を確実に回収する手段もなくなり、電力各社が投資に及び腰になってるからだ。あのー、ちょっとないって分からないって感じですよね。原発を作るコストを電気料金に上乗せするって、それは再燃賦課金と同じスキーム。実質増税路線じゃないの。岸田さんは大丈夫でしょうかまた増 突然メガネと言われちゃうよとで国は脱炭素電源を増やして将来の需要増に備えるとしているが国民負担の増加につながる可能性があるいや可能性って話じゃないでしょ上乗せって言ってんですかね確実にこれは上がりますよとで関係者によると英国で考案された原発支援策 RAB モデルを参考にする この制度は建設が始まった時点で建設費や維持費などを電気の小売会社が負担するもので電気料金に上乗せして回収する。建設費が増加した場合でも必要な経費と認められれば料金に参入できる。計画が中断した場合は国が資金を出すなどして補填する。えー、っと、すいません。石丸さん風に指摘するとこれ前提間違ってませんって <laughs>。そもそも原発は火力や再に比べて発電コストが安いからっていうのが前提なのに新規に立てる 原発はコストが高すぎて電力会社が儲かる保証がありませんってそんなずんなプロジェクトはやめれって普通に僕思いますけれどもとでかつては建設コストを電気料金に織り込む形で確実に回収できる仕組みがあったんだが2000年以降に始まった電力の自由化でその仕組みが徐々になくなりコストに合わない発電所が廃止され新しい発電所への投資も抑えられてきたまた福島第一の事故で原発にかけるお金が大きく増えた影響も大きい。 投資の回収が見込めなければ資金調達も難しくなるからだ。朝日新聞のアンケートでは原発を手掛ける11者が既存原発に投じた安全対策費の総額は2013年からの10年間で少なくとも5兆8000億円に上る。えーマジ嘘でしょー安全対策に約6兆円。いくらなんでもかけすぎなんではコスト度外視の安全対策をしたようにしか思えてならないと。で、えー、国は2050年の温室効果ガス排出実質ゼロという目標 目標を立てている電力の安定供給との両立を図るために原発を最大限活用させる方針だ。この新制度はそれを実現する核となる仕組みだ。仕組み これって本当に仕組みなんですかね手段と目的が逆転してるんじゃないんでしょうか新型原発は安全対策しっかりするので、今までよりも建設コストはちょっと折れ高になりますが、その分運用コストが下がるので、遠い目で見ていけば、原発はお安いんですというふうに思ってたのに、まさかの原発は建てますが、その投資回収は見込めないって、何のギャグだよ意味不明ですと。で政府は2030年度に発電量の20から2%を原発で賄う目標だが、足元では5.5%にとどまって 再稼働だけでは当たりず将来は新増設が欠かせないというのが考えただが再稼働が進んでいない中で電力会社が新増設に踏み込むのはさらにハードルが高い。 新制度は巨額投資リスクを負えない大手電力に代わって国民の財布を当てにしたとも言える。これを聞いた鈴木正之が違う違う、そうじゃ、そうじゃないって言ったとかないとか言ってないと思いますけどいやでも本当そうじゃないでしょまずは再稼働を全力でやって原価消却がほとんど終わった原発で電気代を下げつつ、電力会社の資金も蓄え、そのお金で原発を新設すると思ってましたが、その再稼働もしていないうちに新規増設ってどんな計画なんですかわけわけわけ。 2日ってありますよとで大手10社で作る電気事業連合会の林会長は19日の会見で原発増設を念頭に投資のしやすさや事業の予見可能性を高めることは非常に大切だと訴えたそもそも今ある原発の再稼働にも拒否がかかる11月の再稼働を目指す東北電力の尾長は2号機の安全対策費は5700億円に膨らんだえー もう、A、えー、しか出ない。なんだか病巣見えてきたわ。この話は後ほどに、一旦記事に戻りますと。一方、国の支援がなければ、原発を作れないというのは、市場経済の下では成り立たない事業だとも言える。かといって、再エネだけでは電力事業を賄えず、地球温暖化の観点から、火力発電への積極的な投資も望めない。 2022年に始まったウクライナ侵攻で LNG が急騰し、電気料金が跳ね上がった。調達に苦しんだ新電力が相次いで撤退に追いやられた中で安定供給のためだとして、岸田政権は原発会計と転換していくって、おいおいおい、朝日はそんなこと書いていいんでしょうか災燃だけでは電力需要がまかないず、温暖化の観点からも火力発電は望めないからの安定供給のために原発を再稼働するっていうのはで <laughs> 左手とか最も嫌うロジックでしょ山太郎はこれを聞いたら変なダンスで でもっちゃうとと思いますけどもとで、えー、経産省は今後具体的な制度設計に入るただ国民全体に負担を求める上電気料金の値上げにつながる可能性もある世間の反発を招きかねないいやこれ絶対招くでしょうね原発推進派の人たちだって多くがこれ反発すると思いますよと。 で原発をめぐる課題も多い使用済み核燃料を再利用する核燃料サイクルは想定通り進まず全国の原発で使用済みの燃料が溜まり続けている使用済み燃料が出る核のゴミの最終処分地も決まっていないこの投資が確実に回収できるということになれば電力会社のコスト意識が下がることも懸念されるおしまい ということで、えこの記事、長文につけとことどこすとばしております。全文を知りたかったら概要欄からご覧ください。まず、この記事を読んで思ったことは、電力をあまねく供給するという国策に関して、原子力規制の権限があまりにも強すぎではなかろうかと、そんなふうに思います。僕は記事読みの最中にですね、病相というふうに表現しましたけれども、日本の電力業界において、原子力規制はまさに病相だと思います。だってですね、宮城のお長原発は、東日本の大震災でも特段ピンチになっておらず、津波が来ても、その波を被らなかったという、 もと事例の設計段階で高い津波を想定しておりその結果ですね海抜 14.8m に原発を建てたおかげで 13m の高波にもですね耐えたという安全対策がかっちりできていた経緯がありますその女川原発になぜ安全対策と称して5700億円もかけるんでしょうかさすがにこれはやりすぎですよねダメなところと大丈夫なところこれジップは人から上げに規制を強化している気がしますそれから最も根本的な部分ににおいてて電気代に上乗せするってどういう どういう発想してるんでしょうか再エネ賦課金のおかげで、誰もが電気代の高さをですね、しみじみ感じているというのに、しかも原発コストが想定外に加算んじゃったらば、それも全部輪乗せするってサイコパスにも程があるわ。そんなんやる暇あったらですね、まずは再エネ賦課金の使い道を消費者に選ばせてほしいです。レアの信者みたいな人はですね、再エネ賦課金を再エに100%分配するって設定にしてえ、僕みたいな太陽光はちょっとな、みたいな。まあ、そんな風に思う方はですね、再エネ賦課金を原発建設の資金に回してもらうとかね、ふるさと納税 みたいな形で、再燃付課金の使い道、お金の流れをですね、僕らに決めさせてほしいものです。それから、僕の動画ではもう何度となく言ってますが、そこまで原発が高コスト化しているのでありますね、そのおよさんをちょっとくらいですね、地熱発電に使ってほしい。言っておきますけども、日本は地熱の資源量、まあ埋蔵量と言ってもいいでしょう、アメリカ、インドネシアに次ぐ世界第3位だというのに、実際の地熱発電所の発電容量はですね、世界11位にとどまったままなんです。いかに地熱発電に消極的か、順位を見ると ばお分かりでしょう ちなみに地熱発電は再燃の対象で、かつですね、ベースロード電源にもなりうる非常に軽なエネルギーです。でも、日本はこれに及び腰です。じゃあ、なんで地熱発電に及び腰なのか、理由の一つとしてですね、使い物になる地熱を掘り当てるまでのコストと時間がかかりすぎるっていうのがあるんですが、言うても、あの尾長原発の安全対策に12年の時をかけてですね、そして5700億円も投じて、コストと時間がかかりすぎているのはどっちの方なんだと僕はそういうふうに言いたいです。そんだけあったらば、地熱に5000億円投じてですね。 調査コスト開発コストそれらを徹底的に効率化してやってほしいもんですよアメリカなんて砂や岩の隙間のガス層からですねガスを抜き取ってやろうってやつねそんな馬鹿げた話あるかよっていう風に言ってましたけどもね最初の頃はですねでも結局それをものにしちゃってシェールガスの商用化に成功しました地熱発電もそうですしメタンハイドレートもそうですけどもね日本に眠るエネルギーを積極的に活用せずにどうやってエネルギー政策を立てていくのかと電力会社が落ち着くほどのコスパが悪い原発を作ってでその赤字補填を国民の財布から引っこ抜く なんてもう寝言は寝てから言ってくださいもう「スでお願いしますとさてお次はとうとうあの昼帯からもパリ五輪に苦言が出ちゃったお話を日刊スポーツより目指しがですねパリ在住の雨宮塔子アナ五輪開会式直前の現地から昼帯生出演「無謀パホには苦言も」ということで本文を抜粋して読んでいきましょう元 TBS のフリーアナウンサー雨宮塔子氏は26日昼帯に居住先のパリからリモートで出演しまもなく開会するパリ五輪について語った 雨宮氏は1999年に TBS を退社後西洋美術史を学ぶためにフランスに渡って以来パリを拠点にしているちょ,っとちょっとちょっとちょっとなんかこんな風に書いてあると雨宮さんがパリの素敵な美術館のキュレーターでもやってそうですけどもなんてことはございません。 パリで出会った日本人の菓子職人、青木貞治さんと結婚しまして、で、今はですね、パティスリー貞治青木のオーナー夫人ってことなんですよ。いや、全然別にそれでもいいんですけども、ちゃんと背景紹介しておかないと、この人、美術の方でも才能あるんかよって、ま、あそんな風に勘違いしちゃいますからと。で、え、甘宮氏は、夏季大会では史上初めて屋外で行われる開会式が、セーヌ川沿いを会場として行われることを念頭に、パリの手法を学べたいんですよね。 コロナ禍だったし、観光客も減っていたので、楽しんでいただけると思うと述べた。選手たちはボートに乗って約6キロ、ノートルダム大聖堂など、様々なランドマークが見えるセーヌ川を進んだ後、エッフェル塔近くにあるトロカデロ広場まで移動する。このトロカデロ広場について、番組 MC の恵みに、公園なんですかというふうに問われた甘宮氏は、広場で公園っぽくはないですとした上で、こういう話はあまりしたくないんですけども、意外に危ないところがあると指摘、観光客の方には、日本人の方は、 襲われたりとかそういうこともありましただから警備員の方が配置されているんだろうと思いますと述べ現地在住者ならではの情報も口にしたこれは広びらしからぬ情報でもこういう情報こそ大切ですよね テレビの情報を頼りに,に行ったらですね、現地の雰囲気全然違うし、スリーやひったくりに合っちゃうとかね、せっかくの楽しい旅行が台無しにならないためにも、大会盛り上げるのもいいですけれども、リスクの話もね、やってくれた方が旅行者として助かりますよと。で、セーヌ川では開会式だけではなく、トライアスロンなどの競技が行われる予定だ。 ただ、家庭排水などの悪影響で水質が悪く長時間にわたり遊泳禁止とされてきたが、フランス政府は2400億円かけて水質改善を行ったとされ、今月17日にはパリ市長が遊泳し、水質の綺麗さをアピールするパフォーマンスも披露した。えー、この前もこれ動画でお伝えしましたが、控えめに言っても全然綺麗な水ではないです。ちょっとこちらの方をご覧ください。 これ、日本人の感覚だったらば、とても泳げる川じゃないです。左諸では東京五輪のお台場会場ですね。めちゃめちゃこきけおろしておりましたけども、セーヌ川で泳ぐ方が全然やばいと思いますし、大腸筋のレベルで言うとですね、大阪の道頓堀川、あるの4倍っていうことだそうでして、もう聞いてるだけで肌が痛いです。誰か僕にマクロン大統領じゃなかった、マキロンをそーっと塗ってほしいものですと。で、パリ市長の u 泳パフォーマンスに天宮氏は、無謀としか言いようがないと苦笑い。え頑張って水質改善をしよう としてるんですが大雨が降ったりするとつい最近まで大腸菌などが検出されていましたから本当に大丈夫かなと不安要素についても言及していた足前。あしま ということで、セーヌ川がなぜこんなにも汚いのかって、これについてですね、ちょっと説明させてもらいますと、パリ市内はトイレの汚物が流れる下水と、それから雨水の排出口が途中で統合されていき、最終処理施設へと流れる仕組みになっているそうです。で、これだけだったらですね、挿してる問題もないのですが、実はキャパシティに問題がありまして、雨が多く降ると排水口を通って下水こう流れてきますけどもね、その下水道の容量が小さくて、雨量が多いと下水道から全てのものが溢れちゃうんでね、じゃあどうするかというふうに言うと、 えー、通りを良くするためにですね、セーヌ川に直接ドボドボドボと流し込んじゃうと、だから雨の日の翌日なんか下手すっとうんともすんとも言えないものがね、<laughs> うんともすんとも言えないものがプカ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 浮いてることもありえありますんで、まあそんなものがですね、長きにわたって常態化していたので、いかに水を回出しようが、そして下水道の最終処理施設のキャップを上げていこうが、セーヌ川に沈殿しているヘドロみたいなものは取り除けっこないってことです。人はよくですね、花の都、パリって言うけど、セーヌ川のほとり 花をつままむパリって方が適切かもしれません、まあね、他国のことは別にいいですけどもえそれからちょっとねこれ関連でお話しするとこの前都知事選の最中に連邦陣営が必死になって東京のプロジェクションマッピング事業は無駄遣いで最低だというふうに言ってましたが、まあ、その件についてはですね僕も連邦に同意する立場なんですがその後彼女はですねこんなものにお金を使うんだったらば近くで炊き出しに並ぶ人にもっと手厚いサポートをしたらどうぞと、まあ、そんなことを言ってましたが今のパリはもっとそれよりひどいんです ですよセーヌ川沿いにいた難民もしくはですねもうパリの至る所におった移民難民はパリ五輪のためにですねほとんど一掃されてしまいパリ郊外を今さまよってる最中です現地の記事ではオリンピックの浄化作戦と、まあ、そんな風にも呼ばれておりまして東京の炊き出しなんかでもです、ね、ひどいありさまになっておりますでも日本の左人たちって全然そういうのを指摘しないじゃないですか現地の支援団体メダルの裏側のですね広報担当ポール・オズレイ氏曰くマクロン政府は絵はがきのような美しいパリを見せるためだけに 弱いいい立場にるる人たちを隠そうとしている広く開かれた大会とは名ばかりで五輪のスローガンにも反していると、まあ、こんな風に言ってますがまあ確かにその通りでしょう。てか今パリは街全体に「Doing BetterTogether」「共によくなろう」という言葉をです、ね、掲げてあるそうですけどもどう考えても難民排除は共によくなろうとは正反対の方向だと思いますがまあおそらくは明日の開会式はですねそういったダークな部分をみじんも見せずにきれいに演出されるとは思いますけどもねこんなパリの裏情報もインプットしつつ開会式を見るとより楽しめる かもしれませんよということで今日も話がなくなりましたんでこれくらいにして最後はほっこり抜けて締めたいと思いますフランスの名所と書きましてニューハーフの恋愛対象を届きますその心は外イ専門です <laughs>、えー、そういえば本日からですね、えー、ロゴを買い取ります新しいサ撮影のロゴはこんな感じでですね、えー、まあ、前に5周年ライブでもね、えー、このロゴを変えるという風に言ってましたけれども近日中に新しいプロジェクトも始動する予定だすんでね、えー、引き続きご愛顧の方よろしくお願いいたしますということで本日も面白かったためになったらですねチャンネル登録 いいねボタンの方よろしくお願いいたしますありがとうございましたササンでした